おはようございます。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本と申します。本日は、今紹介いただきましたけども、大きくはデータベースセンター、ライフサイエンス統合データベースセンターで提供しているサービスの紹介なんですけど、その中でも特に私が携わっている文献関係のサービスについてご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。で、最初に簡単にそのライフサイエンス統合データベースセンターの紹介をさせていただければと思いますが、名前はこういう形でちょっと長いんですけども、さらにその所属がこんな形で、そのもともと情報システム研究機構というロイスの中に新しくできた組織として始まったんですけれども、ちょっと数年前からその後にそのロイスの中にデータサイエンス共同利用基盤施設というまた組織が出来上がりましたので、我々のデータベースセンターはこのデータサイエンス共同利用基盤施設の中に入る形でサービスを提供するということになっています。で、ここのライフサイエンス統合データベースセンター DBCS の取り組んでいる課題ですけれども、たくさんある中で特にこの3つをここで紹介したいと思います。で、1つは、先ほどの箕輪さんの方からもいくつか触れてましたけれども、散在しているデータベース、ライフサイエンスの分野においてはデータベースが非常に多くなってきていて、でどこにどういったデータベースがあるかよくわからないということがありますので、そういう散在しているデータベースの所在情報や利用方法を分かりやすく研究者の皆さんに周知しましょうというものがミッションになっています。でそれからもう一つ、またちょっと繰り返しになってますけども、そういうデータベースを作った、共同的資金の成果であったりとか、いくつかのプロジェクトでライフサイエンス の研究成果が出たものとしてデータベースが作られて、でそれがそのまま資金が期間が終わってしまうと、そのままどこに行ってしまったかよくわからない状態になってしまうことがありますので、そういうことはなるべくなくそうということで、もしプロジェクトが終わったとしてもデータベースには誰でも簡単にアクセスできるようにしましょうということで、成果の公開とそれを共有するということを促進していくということを行っています。でそれからもちろんこの分野においてはさらにさまざまな研究者、それからそれに携わる人が増えていくということが望ましいので、人材育成やそのプロジェクト、今お伝えしたようなプロジェクトの終了したもののサービスの維持ということを行うというようなことを行っています。はい。でまた同じ図が出てきますけど、これですけども、これは現在の体制なんです。もともとこういう形ではなかったんですけど、現在はこういう形でその我々のデータベースセンターがここにありまして、で先ほどの箕輪さんの所属している NBDC がここっていう、でこの2つの組織の関係っていうのは共同研究という形で、で NBDC の方はJST の方に所属していまして、で我々はロイスの方に属している。でさらにそのロイスの中にはデータベースセンターのほかに DDBJ がありますので、この DDBJ との関係も最近は協力連携という形で密になっている。でこちらの組織の方にも物理的な組織は三島の方にありますけれども、その三島の方にも DBCS のメンバーが常駐して共同研究を進めるというようなことも行っております。で体制について簡単にご紹介しますが、このスタッフとして現在何人いるかといいますと、こうセンター長をはじめとしてその以下研究員が20名で、事務や SE の担当をしているメンバーが5名ということで、全体で25名なんですね。なのでこれはあまり大きな組織とは思えないとは思うんですけども、こんな形で先ほどのミッションを完遂すべく頑張って日々努力をしているところでございます。で他に客員部門と研究協力者という方が3名いらっしゃいます。でこれだとまだこれからまた来年度からもどんどんサービスや研究を進めていきたい、充実させていきたいということで現在募集をしてまして、でこれが2月15日の金曜日に応募が締め切られますので、ぜひこれからサービスの内容等をご覧いただきながら、我々も一緒に我々と一緒に研究促進サービスの向上をしていきたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ応募していただければと思っています。お待ちしています。ここにURL が書いてありますので、ここに詳しい募集要項がありますのでご覧いただければと思います。で、簡単にその歴史ですね、この遠隔をご紹介したいと思います。その最初にデータベースセンターの原型が出来上がったのが2006年になります。
で2006年に、まあ、この時は組織自体はちゃんとできているわけではないんですけども、こういう形であの研究報告がなされまして、でこの中で先ほどのようなミッション、問題、課題というものが提示されまして、でこの課題に対して何かしら国としてあの対応していかなくてはいけないんではないかということがあの提唱されまして、それがきっかけになってここにあの文科省の中のライフサイエンス分野の統合データベース整備事業が始まったというのが2006年の9月になります。でこの時からあの準備が始まって、で2007年の4月にライフサイエンス統合データベースセンターが設立されて、でここから実際のスタッフ何人かがあの具体的なサービスの提供をするための開発研究を進めるということが始まりました。でこの時は期間4年の、あのプロジェクトだったんですね。でその後、4年経って今度は NBDC が設立されて、で 今の原型が始まったわけですね。あの体制が、協力体制が最初は、共同研究ではなかったんですけども、その後に共同研究体制に移って、でそれからここのさらにこれが3年のプロジェクトでしたので、その後2014年の4月からはこの NBDC のプロジェクトという形で、ここで共同研究という形で今の体制が整えられたという流れになっています。で最初この2007年の頃なんですけど、最初は東京大学の中にあったんですね。ここ今ちょっと昨日調べてみたら、あのホームページでこのプレハブ研究栄東っていうところなんですけど、今は学生相談所になってるらしいんですね。なんであの我々が入っていた時もプレハブで、結構あのプレハブなのであまり大あの立派な建物ではなかったんですけど、今もなんか同じような建物がそのままちゃんと使われていて、現在はなんかあの相談所という形で活躍してるみたいです。でここに数年おりまして、でこの時よりまたどんどんスタッフが増えてきましたので、これからまた同じ東京大学の中の、浅野地区の方に移りまして、今度はこっち行ったんですね。工学部12号館というところに引っ越しました。でここでまた同じようにあのメンバーが増えていって、この時は、フロア2フロア分だったんですね。2階4階5階でそれぞれ研究室があって、そこでいろいろとサービスの開発などを行っていました。でここまで来たところが先ほど あの年表でいうところの、この辺なんですね。ここの辺まではあの今のところでやっていたんですけども、その後、ここのところで引っ越しというのは2014年3月に起きます。でここであの、場所としては全然もう離れたところということで、こんな形で2つに分かれてしまったんですけども、こちらがその DDBJ の所在する静岡県三島市にあるところですね。でこことあとここの柏、千葉県の柏にあのつくばエクスプレスの柏の葉キャンパス駅というのがありますけども、あの駅の目の前徒歩0分のところに、またここは東京大学の建物なんですが、その東京大学の建物の6階に今はあの引っ越して、でメンバーそれぞれ何人かずつ分かれてますけども、それぞれあのサービスを提供するための研究開発を行っているというような状況です。ここにあれですね、この辺に東京大学がありますけど、ここからここと、あの最初にいた、プレハブなどはここだったんですけど、こことここに離れている、こんな形で今 DBCS 所在しているという状況になっています。でこれがホームページですね。あのホームページも最近一新されまして、サービスの内容がすごい分かりやすくなってますので、まあ、先ほどまた箕輪さんの方からもちょっと紹介がありましたけれども、まあ、ご覧あのネットワークにつながった時にご覧いただければと思います。でここにその分かりやすくこういくつかありまして、でその中でちょっとあの配布した資料には載せなかったんですけども、今日のサービス一覧のページということでここに載ってます。こんな感じになってますね。ここにサービス一覧、サービスというところをクリックすると DBCS の提供しているサービスがあの全て見られますので、こちらにあのアクセスしていただくと、今どんなことがあの使えるかということを簡単に知ることができると思いますので、アクセスしていただければと思います。でそれからですね、あのデータベースセンター、ライフサイエンス統合データベースセンターではサービスの提供とともに、あのさまざまなその、イベントを開催してまして、でその中で特にあの私の、携わっているあの度合いの高いものとして、バイオハッカソンやスパークルソン
RDF サミットなどいくつかそのあります。でそれについてちょっとご紹介したいと思います。でここですね、まずバイオハッカソンですけれども、これはもう2008年から始まってますので、もう10年以上経ったんですけれども、ここでは海外からと国内とそれぞれライフサイエンスの分野の研究というのはもちろん日本だけでは閉じてないので、さまざま各国で進められてますが、その中で特にそのデータベースを提供するための研究開発ですとか、サービス、バイオインフォマティクスに関連するようなサービスを開発している研究者や技術者が世界各国にいまして、でそれらの方々それぞれもちろん日々自分のサービスを向上するように開発されてしているわけですけれども、中でも特にそういう他の横のつながりを作って、ライフサイエンスという一つの共通した研究課題を持ってますから、その研究課題の中でこのサービスを開発したいという時に、それぞれ別々の場所で毎日研究開発している人と直接問題点やどういうところにサービスの問題点があるかということをディスカッションして共有した上で、次にそれを基づいて新しいサービスなり、これまでのサービスの向上を目指すという会議を一つ開けば、今まで時間がかかっていたことがある程度効率的にすぐに解決することもあるんじゃないかということで始められたのがバイオハッカソンです。でそれが最初に2008年にあって、で毎年1回開いているような形になってます。でこれによってそれぞれその最初の頃からテーマは少しずつ変わってきてはいるんですけども、最初の頃はデータベース複数のデータベースのサービスを、1人の研究者が横断的に使うにはどういった技術的に問題点があるかっていうところで、インターオペラビリティですね、総合運用性を高めるための問題点を克服するために技術的にどうすればいいかみたいなところから始まってまして、でその流れというのは基本的には変わってないんですけれども、最近はその中でも特にまた先ほど紹介ありました RDF という技術ですね、RDF を使えばどのぐらいにそれがなかった時に比べてその総合運用性を高めて複数のデータベースを簡単に横断的に研究者が使えるようになるかというところで、さまざまな技術開発をするために毎年1週間集まって開発や議論をするということが行われています。で、去年の2018年はもう12月に行われたばかりですね、島根県松江で行われて、で1週間みっちりとまた100人近く集まって、国内外から集まってそういう会議が開かれたところです。でこれはもう近々NBDC の方から最近成果の第一報という報告がなされているところですけれども、これからもさまざまなところでその成果が生かされていくんではないかと考えています。でこれ最初はまだ NBDC がなかったので DBCS が主催してますけれども、最近は NBDC との共同主催という形で、毎年開かれています。でこれもここにホームページの URL 書いてありますので、詳しい成果やどういったことが実際に行われたかということをご覧いただきたい場合はこちらにアクセスしていただければと思います。であともう一つそれに関連して、これは国内中心なんですけども、スパークルソンということをイベントが毎月1回行われてまして、でこれを毎月2日間行われているんですけども、特にその国内で同じような形で、先ほどとバイオハッカソンと基本的には同じような形ですけれども、普段その開発等をしていて少し分かりにくかったり技術的に多く自分の中ではすぐには解決できないことがあったとしても、実は他の別の組織ではその問題がすでに解かれていたりとか議論が行われているということもありますので、そういうことをすぐに効率よく皆一堂に会して議論して知識を共有できれば、その辺の問題も意外に早く片付くかもしれないということで、毎月毎月2日間開かれているのがスパークルソンです。でこれも全てこれまでの開かれたスパークルソン の成果等がこのページに書いてありますので、ご覧いただければと思います。でちょっとキャプチャーしてみようかなと思ったら、すごいこんな長かったんですね。これ本当に全部これまでのスパークルソンの開催の一日一日が全てリンクで書いたんですけど、こんな形でもうかなりの回数重ねることになって、なかなかそこで共有された知識っていうのが生かされているんじゃないかなと
感じているところです。で、まあ、一つはその継続は力なりという言葉がありますけども、その一つの成果としてこういったバイオハッカソンやスパークルソンというのはその力の一つになっているんじゃないかなと自負しているところです。で、その DBCS でからもしくは DBCS NBDC のバイオハッカソンの成果というのはいくつか論文という形で発表されていますので、まあ、PubMed やPubMed セントラルというフルペーパーを検索できるサービス の, ページに行くと実際にご覧いただけますし、これはそのこれバイオハッカソンという検索キーワードを入れるとそこのバイオハッカソンがタイトルになっている論文が見られますが、その他にこの先ほどお伝えしましたようにこの場を通じて本来自分が携わっている研究や開発の成果が進んでいいものになったっていう時にはそのアクノレッジという形で言葉をいただくことが論文の中であるんですけど、そういう形でその論文のどこかでバイオハッカソンという言葉を使った論文という意味でアクノレッジが入っているものもいくつか出てますので、そういう形でバイオハッカソンの成果っていうものを少し垣間見ることができると思います。で、例えばこの、最近フェアという言葉がだいぶ流行ってきていると思うんですけども、このフェアの、ファインダボー、アクセッシブル、インターペラボル&リユーサボーという意味でのフェアという言葉を推進するための論文が書かれていますが、この論文の中の最後にあるアクノレッジメンツをご覧いただくと同じようにバイオハッカソンへの言葉が入ってまして、その結果としてこのフェアという言葉 の, アクティビティが推進された一つの原動力になったということが分かりますので、こういう形でもバイオハッカソンというものが貢献できているのではないかと思っています。はい、でこういった形で他にもどういう研究成果にバイオハッカソンの場がつながったかというのは先ほどここにある形で PMC のサイトに行ってバイオハッカソンという形でキーワードを検索していただくと出てきますのでご覧いただければと思います。でこういう形でこれは2016年の統合の日で同じ DBCS のメンバーが発表した資料から持ってきたんですけども、こういう一つの研究分野の中で今回はその RDF というそのセマンティックウェブの技術を利用してデータベースの共有、横断検索あるいは、インターオペラビリティを高めるため の, 活動を我々は進めてますけれども、そういったことでその技術をみんなに使っていただくような流れっていうのは、一つはもちろんスタンダードっていう技術の仕様がちゃんと標準化されてオープンになっていることは大事だと思うんですけど、そのもう一方でそういったオープンで標準的な技術を使ってそれをみんなでシェアしてたくさん作っていこうっていうその気持ちというかコミュニティの活動っていうのがすごい大事になってくると思うんですが、その2つ両方ですね、技術仕様の標準化とコミュニティの推進作って育てていくっていうところの2つが両輪になって次世代のデータインフラがそのサービスの一つ根幹となって使われていくこと の, 大事なポイントになっているんじゃないかと思ってますので、我々はそのスパークルソンやバイオハッカソンというものを通じてこのコミュニティの方の活動を進めていければと思っているところです。で、この形でそのライフサイエンスの分野での RDF を推進するためにはコミュニティを作っているということで、まあ、その中で一つその成果の中で我々はそのこれまでにライフサイエンスの分野で作られているデータベースをその RDF という形で表現するときにどうすればいいかということを分かりやすくするために RDF をするためのガイドラインというものを作っています。で、このガイドラインをご覧いただくとこれまで RDF にはあまり馴染みがなかったけれども今自分が持っているライフサイエンスのデータベースを RDF として公開するときにはどういったところに気をつければいいかということが端的に分かるようにまとめてますので、こういったものをご覧いただきながら、そしてもし分からないことや相談したいことがあればスパークルソンに気楽にご参加いただいて、さらに内容を細かくしていくということができるような体制が環境として整えられているというところになっています。で、その中の一つとして今回紹介するサービスの一番目として D2RQ マッパーというものを紹介したいと思います。
でこれは何をするものかといいますと、そういう今みたいあのお伝えしたように、既存のデータベース、RDF ではないデータベースを RDF として公開するときに便利なツールということで提供しているものになっています。でこれはその、RDF の前の RDB というのをご存知だと思うんですけど、関係データベースですね、あの MySQL ですとか PostgreSQL といったその関係データベースの中に入っているデータを RDF の形で公開するために必要な手順、それを簡単にするためのツールになっています。でこのその D2RQ マッパーというのは我々が開発したアプリケーションですけれども、それはそのもともと D2RQ っていうミドルウェアのツールがありまして、でこれは別のところで開発されたものなんですが、この D2RQ をより使いやすくするために開発されたものになります。でこの D2RQ っていうのは何かといいます と、ここに書いてある通り、リレーショナルデータベース、関係データベースに入っているデータはそのままに、その関係データベースに対してその RDF の分野での問い合わせ言語、それスパークルといいますけれども、この SQL の代わりにスパークルっていう言葉がありまして、でこのスパークルっていう言語を使ってその RDF っていうデータは検索されることが多いんですね。それが標準的な方法なんですけれども、その RDF っていう方法、スパークルという方法で RDB、 これまでの関係データベースを検索するためのツールになります。でこのツールは非常にそういうことができて優れているものなんですけれども、ちょっとこれには問題が、問題というかそこまでにたどり着くまでの手順としてちょっと手間暇がかかるという問題を抱えています。こんな形ですね。でこれがその、これがもともと我々ではない別のところで開発されたサービスなんですね。でこれがあるともともと関係データベースに入っているデータベースに対してこういういろんなさまざまな新しい RDF という形を使って検索をできるんですが、そのためにはこのマッピングファイルっていうのを書かなくてはいけないんですね。でこのマッピングファイルを書くことが実は非常に手間のかかる作業になります。なのでこれさえあればあとは本当に簡単にこれまで自分が持っている関係データベースに対して新しい方法で検索ができるんですが、ここを準備するのが大変だったんで、ここをなんとかしたいということで開発したのがD2RQ マッパーになります。こんな形でこの D2RQ マッパーというところを使ってこのウェブブラウザですね、インターネットエクスプローラーとか Firefox とか Chrome といったところからこの我々の開発したサーバーにアクセスしていろいろと編集作業をするだけでこの関係データベースからマッピングファイルを作って先ほどの D2RQ を使ったサービスができるような形になるというそういうものになっています。なのでここのマッピングファイルを作るための簡単な仕組みを整えたのが我々の部分です。でこのマッピングファイルがあるとこっちのこれあれここですね、これが簡単に作れるので、これがあればあとはこういう形でいろんな方法で新しいRDF のサービスにアクセスできるようになりますということで、これまでの自分のデータベースをあまりその、関係データベースに入っているデータをそのままにしながらRDF という形でアクセスできるという利点が得られます。でこれDocker のイメージも配布してますので、もしご自身 の, サービスのが外にそのデータベースの内容までは公開できないものである場合は直接その外に出す公開せずにこっちの D2RQ マッパーのサービスだけを自分のローカルの中にインストールして、でそこで今のような作業マッピングファイルを作ることができますので、ここで RDF にしていただいて、でその RDF を公開するということが簡単にできるようになっていますのでお試しいただければと思います。はい、よろしいですか。でこれからちょっとより私の普段携わっているサービスに近い文献関係の方の紹介に行きたいと思います。で最初にその文献情報の関連サービスという意味で、外せないのがパブメドだと思うので、ちょっとパブメドについても簡単に紹介してから続けていきたいと思うんですが、パブメドについてそのあらかじめいただいたアンケート結果によりますと、半分ぐらいの方はすでに使っていらっしゃるんですけど、一方でその半分ぐらいの方はあまりよく使ってなかったりご存じでないということだったので、少しパブメドについても
紹介してから進めていきたいと思います。で、パブメドというのはライフサイエンスの文献情報といっても書誌情報ですね、書誌情報を検索するための多分世界でも非常に広く使われているサービスだと思います。で、このサービス1997年の6月にサービスが始まったものなんですね。で、これは米国の政府ですけども、アメリカ合衆国 の、 NIH という日本というと厚労省に近いところだと思うんですけど、その厚労省 の、 組織の図書館ですね、 NLM っていうところが最初に始めてます。ナショナルライブラリーオブメディスンという組織がアメリカにあるんですけども、そこでバイオメディカルの研究者のために書誌情報の検索はインターネットを経由して自由にできるようにしたサービスがパブメドになります。で、パブメドのこの最初にどれぐらい書誌情報が入っているかっていうものの推移がここに書かれているんですけれども、サービスが始まったのは1996年ですから、ここですね。で、ここはどれぐらい実際にそこの検索対象になっている書誌情報の文献の件数が増えてきたかっていうこの推移になっています。で、このパブメドっていう検索サービスができるまでは、その書誌情報のデータベースがなかったわけではなくて、検索サービスとしてインターネットで公開されたのが96年ですけれども、それまでにメドラインという書誌情報のデータベース自体はずっと NLM の方で作られてまして、で、それがこのような推移になっているので、96年よりも前にもあるわけですね。ここはメドラインっていうその書誌情報のデータベースに入っているデータのエントリーの数で、ここからはエントリーの中の増加とともに、ここからインターネットで誰でも自由に検索ができるようになった後の件数になっているわけです。で、今はもう2900万件も増えなってまして、検索対象の文献数は非常に多くなっています。最初はこれがこれ100万単位ですから、まだまだ本当にこの1965年とかは500万件とかだったんですけども、これが85年の頃には1000万件ぐらいになって、で、ちょうど96年パブメドが始まった頃には1200万件ぐらいが検索対象で、それから10年経って、2007年ぐらいになってからもう2000万件を超えて、で、この2019年にはもう3000万人を届くような数ということで、非常に急増しているということがお分かりいただけるかと思います。で、この1月25日で私が検索したところ2900万件が検索対象になっていました。で、2015年だけで113万6851件がメドライン、パブメドに追加されてますので、新たに毎日に平均すると3000件以上が新しくパブメドに追加されているという計算になりますので、非常に数が多いということが実感できるのではないかと思います。で、この利用者も非常に多くて、だいたい1日あたりですけども250万件も検索がありました。で、160万人の利用者があって、で、書誌情報はだいたい830万件毎日閲覧されているということが提供している NLM の組織の方から発表されています。で、この中で一つサービスとして結構最近出てきたものとして、トレンディングアーティクルズっていうのがあるんですね。これ何かと申しますと、そういう毎日毎日たくさんの検索がなされているパブメドですけれども、その中でも特に利用者が興味を持って閲覧している書誌情報の順位が分かる、そういうサービスとしてトレンディングアーティクルズっていうサービスが今提供されています。で、これは最近どういった文献によく利用者がアクセスしているかということが分かるので、特に自分に直接関係ない研究対象であっても、このバイオメディカルの分野という広く見た中で今どんな研究がホットであるかということが分かるということで、ちょっとしたその興味の対象になるんじゃないかなと思っています。で、それを見ていくと、今はこんな形で、こういう順番でよく読まれているということを表示されてますけれども、これなんか過去にどういうふうに変化しているかということがこのページを見ただけではわからないので、特に定点観測をしてまして、毎日毎日同じ時間にこのトレンディングアーティクルの上位20件を取得して、で、それがどういうふうに変化したかということをちょっと見てます。そうするとこんな感じになってまして、で、これここが1位ですね、1番になった文献で、これからずっと20番まであって、
で例えばこれがこの文献を見ていくと、ここの、日11月の29日付で1位だったものが次の日も1位で、3日目も1位だけど、その次の日はこう2番になって、次の日は3番になって、それがまた2日って、こういう形でそれぞれの文献がどういうふうに順位を変えていくかってことを経時変化で見てみたものです。でこれを見ると、ちゃんとというか結構バーンと最初に一気に1位になって、それから落ちていくっていうことが多いんだなっていうことが分かるんですね。であとは、これですよね。この最近、11月20日以降がずっと順位が変わってないんですよね。でこれはもしかしたら例のアメリカ政府のガバメントシャットダウンでちょっと予算が切れちゃって、これを変える予算がついてないのかなっていうところがあるんですけども、なんか昨日あたりまた復活するっていう話が出てましたので、ニュースでまたちゃんとこうその最近の動向が見られるようになるんじゃないかなと思ってますが、こんな形でサービス、トレンディングアーティクルズがどういうふうに変化しているかっていうのもちゃんと一応可視化したものになってます。これ具体的にはどういうアルゴリズムでどういう形でやってるかってことまでは公表されてないので、ちょっとそれを観察してみたようなものになってます。で特にこれ今回もこれががんに関するものが多いんですけども、ここでちょっと一番この期間の中ではこれ3ヶ月分なんですけども、この中で一番長く1位に入ってたこの辺の文献とかも調べてみると、やはりがんに関するものが多くて、パブメドはバイオメディカルな分野の所持情報なので、関心の高さ、研究者の多さっていう意味ではがんに関するものが多いんだなっていうことが分かります。はい。で次は DBS、我々のデータベースセンターの方から提供している文献に関するサービスの紹介になります。時間は大丈夫ですね。はい。今回この3つを紹介します。まず、アリーからですね。アリーは何をするサービスかといいますと、文献で使える略語とその展開系を簡単に検索するためのサービスになっています。はい。でこれもよくご存知だとは思うんですけれども、ライフサイエンスの分野も、他の分野とのご多分に漏れず非常にたくさんの略語が使われています。でこの略語、もちろん自分が普段研究の対象となっている分野の文献を読む際でしたらば、もちろん特にその意味なんかを改めて調べることもなく、分かる概念として頭の中に入っているとは思うんですけれども、少し新しい分野を研究しようですとか、共同研究でちょっと隣の研究分野も文献を読まなくてはいけないっていう時に、果たしてすぐにこの略語が出てきてこれはどんな意味かっていうと分かるかっていうと、そう簡単にいかないことも多いんじゃないかなと思いますので、そういった時に簡単に検索して意味が分かるようなサービスがあるといいかなと思って、サービス提供しているものがアリーになります。で本当にこの分野多いんですね。2900万件の文献があるということは先ほどお伝えしましたけれども、そこで調べていくと、同じ略語であっても分野が違うと別の意味で使われているっていうような多義語が多かったりですとか、あるいは同じ専門用語であっても別々の異なる略語がついていたりというと類義語が多かったりということで、結構混乱している状況で、これを全て頭に入れるというのはもちろん一人の人間では研究者には難しいと思いますので、ちょっとここは計算機の力を借りて検索するっていうことで ある程度解決していった方がいいんじゃないかなというところになります。でその少しこれ、機械的に計測してるんですけども、その2900万件の、書誌情報タイトルとアブストラクトですけども、そのタイトルとアブストラクトの中に出てくる略語の数を数えて、で出現頻度が10以上のものだけ見ても8万5千もあるんですね。なのでこれはもうちょっとした辞書でもすごい厚い辞書になると思うんですけど、それぐらい頭に全て入れるなんてことは不可能ですよね。なのでそこで早く何とか分かりやすいものとして、特にそのこの分野文献がたくさん毎日3000件も出てきますから、それでどんどん新しい略語も作られているので、仮に今辞書を作って出版したとしてもすぐに陳腐化してしまいますので、ここはもう毎週毎週新しい文献が出てきて、新しい略語が出たらすぐそれを反映できるようなサービスを提供したいということで、アリーというものを作るということに至っています。
で、これ、すべてその自動に行ってますので、まあ、もちろん 100% の精度ではないんですけども、なんかそこそこいい精度が出てることは、すでに計測して評価してますので、これを今も方法を採用して、自動更新するという形で行っています。で、どんな形に簡単にするかといいますと、こういうふうに、文献の中に出てきた場合に、まあ、大体その本来の専門用語の説明という複合語が書いてあって、でその直後に括弧の中でこれをまとめてこういう略語ですよってことが書かれていることが非常に多いので、こういう部分を機械的に探し出して、でこことこれをペアにしてデータベースを構築していくってことを行っています。実際にはもちろんそのいろいろ細かい点で対応しなくてはいけないことがあるので、まあプログラム自体はもっと複雑になってしまっているんですけど、基本的な考えは今のような形で行っています。で、実際に先ほどは出現頻度10件以上と申しましたけども、その1件でもあるものを全て数えていくと、この略語とその展開系のペアっていうのが2153万ぐらい出てくるんですね。で、これを重複を含めてますので、これをユニークにしても371万件が出てきます。でちなみにここにいくつか URL が書いてあるんですけども、これが今まさにこの URL にアクセスすると、今のアリーのデータベースに検索に行って、そのペアの数がいくつであるかっていうことが分かるようになってますので、この数が今は昨日測ったばかりなので変わらないと思うんですけども、もう1週間後1ヶ月後ぐらいになっていくと、まだこの数が変わっていくと思うんですね。でそれをすでにここでアクセスすると、今の数字を見ることができますので、ご興味ある方は後ほどまたアクセスして、どんな形で増えているかということを感じていただければと思います。はい。で、まあ、まとめますと、まあ、アリーはその特にその我々その日本の機関が提供してますので、他にも海外にも同じように略語の情報を検索できるようなサービスはありますが、特に日本語のサービスということで、略語の意味として日本語の訳がある場合は、その日本語での訳も表示するようにしています。で、それからこれ少し最近その数が増えてしまったので、すぐに表示できなくなってしまってるんですけれども、この略語がどういう年に特によく使われていたかっていう、その経時変化が分かるようなグラフが表示できるようにもしてます。でそうすると、まあ、この略語っていうのはこの研究分野では2008年頃流行ったけども、最近少し下火なのかなとか、そういうようなことが簡単に分かるようになっています。でそれからですね、このアリーのデータベースなんですけども、今のような形でウェブページを経由してその場で検索することができるだけではなくて、その直接作ったローデータですね、実際にパブメドの文献情報から取得してペアとして出てきたそのテキストの情報そのものを丸ごと全部ダウンロードもできるようにしてますので、これをFTP サイトから皆さんがダウンロードしていただくと、具体的なそのサービスで使っているデータがどうなっているかということをご覧いただくこともできるようになっています。でこの内容は毎週更新されてますので、1週間でどれぐらいその新しく出てきた論文に対して略語がどれだけ増えたかっていうことも簡単に分かるようになっています。でその他に先ほど簡単にお伝えしましたけども、 RDF という形でもアリーのデータは公開してますし、そのスパークルという問い合わせ言語でアリーの中のデータを検索することもできるようになっています。こちらは略語のアリーというこの言葉で Google や Yahoo の検索をしていただくとたどり着くこともできます。また総合テレビにおいてもこの略語のアリーのサービスについて紹介して動画がありますので、こちらも合わせてご覧いただければと思います。で少しこれその発展的な方法なんですけど、その先ほど簡単に触れましたスパークルという方法を使うとどんなことができるかっていう一例なんですね。でこれアリーの通常のウェブページの検索では簡単には検索できないんですけれども、このスパークルという検索問い合わせ言語を使うと、例えばこういうことも簡単にできますよっていう例になってます。で、これは研究分野がビオロジーである文献中に出現する略語としてはどんなものがありますかっていうことを頻度順に表示したものですね。
で、まあ、頻度が一番多いのが、まあ、その HIV-1 なんですけども、この略語に対する展開形はこういう形になってまして、それに対する日本語の訳はこれですよということが分かるということですね。これそれぞれは通常のアリーのウェブ検索でも出てきますけども、こういうふうなまとめ方をするということはスパークルを使わないとできないというものになっています。でこれもここの URL を実際にアクセスしていただくとこの結果を見ることができます。でこの数字も毎週変わります。すいません、RDF は1ヶ月に1回ですね、1ヶ月に1回更新してますので、1ヶ月経つとまたここの数字が変わるということがここのアクセスするとお分かりいただけると思います。はい、でそれからその RDF という方法はその他のデータベースとの連携が非常にしやすいというポイントがあるんですね。そのために横断検索もしやすかったりインターオペラビリティが高かったりするわけですけども、その一例としてアリーとユニプロットを合わせて検索した例がここにあります。でこちらその特にアリーがユニプロットに合わせて作ったわけでもありませんし、もちろんユニプロットがアリーに対して何か検索を一緒に作ったわけではないんですけども、ユニプロットもアリーも RDF でスパークルの検索を可能としてますので、その両者に対して検索をかけると両者を合わせた形での検索結果が得られるんですね。これが本当に簡単にできるっていうのが特徴になってますですね。これを使うとアリーにある情報はアリーから持ってきて、でそれに関連するユニプロットの情報はユニプロットが取ってきて、その結果を一つにまとめて表示させるっていうことも簡単にできるという一連になっています。よろしいですか。で次インメクセズというサービスをご紹介します。でこれは文献中に書かれている英語表現を検索するんですけども、これ、まあ、特に、ノンネイティブの人間にとって英語で論文書いたりするのは結構大変だなと思うんですけども、これ私もその経験があるのでちょっとこのサービスを作ったんですが、最初に、まあ、例えばこれはまあ簡単な例なんですけども is associated と来て、次に前置詞は何かなっていうのは、その前置詞ってすぐに出てこないことが多いんじゃないかと思うんですね。その前置詞をすぐ簡単に調べたいなっていう時に、まあ、特にその、まあ、ライフサイエンスの分野でしたらそういうメドラインっていうライフサイエンスの論文をたくさん扱っているデータベースにおいて、その文献の中ではどう使われているかっていうものをすぐに調べられると便利かなと思って作ったものなんです。でそういう意味ではその他に略語だけではなくて、そのフォスフォリレーションみたいに少しスペリングが難しいものもちょっと一部だけでも分かればうろ覚えでも入れてみると、それで全体が出てくると便利だなっていうところもありますよね。でそれからまあ副詞もそうですね、このアソシエイテッドウィズっていう時に一緒に使えている副詞はどんなものがあるんだろうっていうこともよく知りたくなることなんですよね。自分の文章をいかにこう伝えやすくするためにさまざまに修飾をつけたりしたい時に、あまりこうボキャブラリーの内容が僕の場合少なかったりするので、いつも単調な表現になっちゃったりするんですけども、それを簡単にこう調べて文献の中で、あそうかこういうふうにも就職語を使うと伝わりやすく内容を的確に表現できるのかということを簡単に調べることができると便利だなと思って作っているものになります。はい、でそれがこういった問題については、まあ、インマクセスを使うと便利ですよということなんですね。でこれを見てみると、例えばその3文字以上入れるともうメドラインの中に入っている10回以上出現している全てのセンテンスの一部が表示できるようなサービスになっています。これスピードが売りなので、もうちょっと3文字4文字5文字って少しずつ入れていきながら、その入れた時点でヒットするものが全てざっと出てくるようになってますので、とにかくよく分かんなかった場合はもうメタラメッポをこう打ってみて、なんとなくこう似たものが出てきたら、あこれなんだなって分かるっていうところが売りになってます。でその中でここにそのマッチした頻度が出ますので、頻度が少ないってことはこれはちょっとこの自分がスペリングミスしてるんじゃないかということがなんとなく分かるわけですね。これメドラインはほとんど基本的には査読が終わってるものとして登録はされてるんですけど、実際見ると非常にスペリングミスも含まれてしまってるんですね。なのでここの数、ここにヒットしたからといって正しいとは限らないので、ここの数も重要になってきます。で数を見て、あれなんかちょっとこの表現多いはずなのに100件ぐらいしかヒットしないなと思ってよく調べると、残念ながらそれはスペリングミスの論文のセットが出てるだけっていうこともありますので、この辺を少し見てみながら調べていくといいかなと思います。
で、まあ、大体そういうスペリングミスを犯している論文の情報を見ていくと、やっぱりノンネイティブの方がこう書いてて、あ、そのまま論文通っちゃったんだなっていうのが分かるっていう、ちょっとさ恥ずかしいんですけど、特に自分の名前とか出てきちゃったらやばいんですけど、そういうこともあるので、こうそういうのを調べるのにちょうどいいかなと思います。で、こういう形で実際にそのヒットした表現 の出てきているセンテンスとその単語の ID を調べることも簡単にできます。で、それからもう一つ、これは結構最近入れた機能なんですけど、同じような単語だけどその場で別の単語も使ってみたい時ありますよね。いつも先ほど伝えたようについつい表現が単調になってしまうんですけども、この文の中でこういうセンテンス書いてるときに、この単語と同じように使えている他の単語は何があるかなっていうのを調べたいときには、この関連語っていうものを調べると便利になっています。で、例えば unknown っていうものを調べていくと、 unknown の他には unclear とか undefined とか uncertain とかあって、まあ、こういう形で他 unknown だけいつも使っちゃったけど、他にももう少し言い回し表現を豊かにしたいなというときには、そっか unclear を使ってもいいのかなとか、いろいろ考えることができて、でそう言いながら自分のこう執筆のときに単語の力、ボキャブラリーをリッチにしていくためのツールとして使えるんじゃないかなと思っています。はい、ちょっと時間が結構来てるのかな。で、あと正規表現フィルターっていうのがありまして、これはその例えばこの場合ですと was correlated with ってありますけど、この was と correlated with の間にどういう単語が来るかっていうものを調べるための方法になってます。ここもここに正規表現のフィルターっていうのがありますので、これ実際にインデックスを使っているときにクリックしていただくと、ここにこういう表示が出てきますので、参考になさっていただければと思います。そうすると correlated のところにはポジティブリーとかシグニフィカントリーとかネガティブリーというような形で出てきていることが簡単に分かるようになっています、はい、で、これも同じようにこの発展的な利用というのもありまして、もし普段ウェブのプログラミング等をなさっている方ですと、API キー等は不要で、このインメクセズの結果を JSON 形式で取得することができますので、これを使って、まあ、ご自身のサービスの中にビルトインしていただくということも簡単にできるようになってますので、お試しいただければと思います。で、これインデックスで検索ですね、はい、で、これも統合テレビに入ってます。で、あと、コリルをご紹介したいと思います。コリルですけども、これは文献の引用情報を検索するためのサービスということになっています。で、これもモチベーションですけども、まあ、文献読んでいると、その文献についてその文献がある程度発表されてから時間が経っていたりする場合ですと、他の文献から引用されていることがあると思うんですね。で、そういう時にその今自分が読んでいる文献に対して、それを引用している他の研究者はどういう評価をしてこの文献を書いているんだろうというふうなことを知りたくなることがあると思うんですね。で、そういう時に簡単に調べられるといいんじゃないかなというのが一つの出発点になっています。で、さらにそのある論文を引用している論文がありますと。で、その引用している論文はこの今自分が読んでいる論文の他にも、一緒にいつもどんな論文を引用してその研究を進めているんだろうということも知りたくなることが多いと思うんですよね。そういうことも簡単に調べられるといいんじゃないかなと思って始めているものがコリルになっています。で、さらに言いますと、先ほどのインメクセルと同じですけれども、自分で英語で論文書いているときに、その引用をするときの簡単な表現というものはどうやって書けばいいのかなと、自分でこういうこの論文を引用したいんだけど、引用するときに英語でなんかうまい表現ないかなみたいなときに、すでにこの論文を引用している他の論文があれば、そこに書かれている内容を参考にしながら自分の英文に生かしていくってこともできると便利かなと思ってやっているものになっています。で、この特徴としては、こうですね、特定の論文についてその引用記述を検索しますと。引用記述っていうのは実際にそのある論文を引用しているセンテンスのことですね。で、それから特定の論文について、他の論文から共に引用されている論文を表示しますよということです。で、これ現在最新バージョンですけれども、これどのように行っているかといいますと、その PubMed は先ほどお伝えした通り
タイトルとアブストラクトしかありませんけれども、PMC、パブメドセントラルというところにアクセスいきますと、本文全体が取得できます。で、その本文全文を取得して、でそれを機械的に処理して、その本文の、例えばイントロダクションの中から他の論文を引用している記述があれば、そこの部分を抽出してデータベースに入れるということをしています。で現在これが291万件取得できるんですね。なので、パブメド全体が2900万件なので、大体まあ1割程度にはなるんですけれども、それでも290万件というのは結構な数ですし、特にその最近の PMC に入っている論文というものは、発表された年が結構最近、若いものが多いので、特に古い論文だとあまり入っている割合は高くないかもしれないんですけど、年が下になれば、最近になればなるほど、この割合は高くなりますので、特に最近の研究についていろいろ調べたいということであれば、割合はもう少し高くなっているということが言えます。で、その中の その全文が291万件取得できますと。で、そこから引用している論文の、パウメダ ID がついている論文の数っていうのが大体1110万件ありますので、これは大体、パウメド全体の2900万件のうちの5分の2弱の 38% になりますので、これはかなりな量になっていると思いますので、この中でこれだけあれば、その自分が今興味を持っている論文のパウメド ID を入れれば、多分その論文に対してたくさん引用されているものぐらいのもの内容の水準でしたら、論文の引用情報も取得できるんじゃないかというふうに言うことができます。これは先週新しくしたばかりですので、最新の情報が入っています。で、ちょっと図示しますと、こんな形ですね。コリルが取得できるものは何かということで、まず引用される論文 A がありますね。で、これを最初のコリルのサービスの入り口になります。この論文をまず指定するところから始まります。で、この論文を指定すると、この論文を引用している他の論文があれば、その論文の特にこの部分でこの論文が引用されてますよっていうこの文、表現が全部出てくるようになります。で、さらにこういうその引用されている論文 A があったときに、これ論文他の論文から引用されている場合には、この論文引用している論文がこの他にもどういったものを一緒に論文を、引用しているかというところを調べて、でこの論文といつも一緒に引用している論文があれば、それを関連論文として表示するということをしています。ですので、これらとこれらが得られるのがコリルのサービスになります。ということで、最初にパウメド ID を入れるか、もしくはこの部分、この論文のパウメド ID を入れるか、もしくはこの論文自体のパウメド ID がよく分からなかった場合は、これを検索するためのパウメドの検索キーワードを入れるところから始まります。どちらでも構いません。で、こっちを入れれば、ここから直接ダイレクトにこの論文情報が見られますし、こちらから始める場合はまずここにキーワードを入れて、でここでクリックしますと、インターフェースは違いますけども、その裏側でパウメドの検索が行われて、いくつかの候補が出てきますので、その中からお目当てのパウメド ID をついている論文を選択すると、ここにパウメド ID が入りますので、そうすると検索が始まって、この情報が出力されるようになります。こんな形ですね。ここにその引用される側の論文の情報が出てきます。で、ここにその引用している論文の、さらにこの具体的な引用記述というところが出てくるわけですね。このタイトルのこのセクションのところにこの文記述がありますと。で、この部分がこの論文の情報になってますよということで、それがザーッと出てきます。で、関連論文という形ではこっち側に出ますね。ここです。これがそのこの論文と いつも一緒に引用されている論文のセットになります。なので、この辺、この論文を引用するこの研究者はいつも大体これもこれも引用してますよということが分かるということになります。ですので、これ特に最初にまた
共同研究等でちょっと隣の研究分野に入ってきた時とかに、この分野ではどういった研究が大体みんなコミュニティの中で引用しているかっていうことが分かりやすくなると思うので、ちょっとここを最初ざーっとで見ていただくと、そのコミュニティの中で大体そのどういう分野の人がどういう研究をしていて、どの研究者が大体いつもリスペクトされてんだなみたいなことが少し分かるんじゃないかなと思います。でここをなんていうの、ここをクリックするとこの論文がここに来て、でまたこれがここにその論文の関連情報が出てくるっていうことで、ここを常にこうクリックし続けていくと、なんか大体もうそこの辺の分野の中の研究の今のなんていうのかな、雰囲気とかそういう内容が大体分かるんじゃないかなと思います。なので、もちろんレビュー論文を読むのも大事だと思うんですけど、レビュー論文を読むとともに ここをずっとクリックし続けることで、大体この分野の中で何がお互いに引用され合っているかっていうことも分かるので、その、感覚をつかむのに非常に便利じゃないかなと考えています。ぜひお試しいただければと思います。でこれも発展的な使い方ができまして、全ての情報はまた FTP でダウンロードできます。で、スパークルという方法でも検索できますし、コリルについてはですね、実際そのここに表示しているこの結果自体には全くそのスパークルっていうものは何も出てこないですけども、裏方なので、でも実際全てこれは検索するたびに裏側ではスパークルという問い合わせ言語が走っていて、ですぐデータベースも全て RDF になってますので、これがこのコリルのサービス全体がその RDF データベースに対する検索のインターフェースになっているというものです。でそれが実際どういう検索が行われているかということをご覧いただくためには、ここにこうリンクがあるんですね。ここをクリックしていただくと、この情報を取得するために内部的に発行しているスパークルのクエリの内容を見ることができますので、これを見て、こういう中身でこのサービスは動いてんだなっていうことを実感していただくことができるようになっています。でこれが例えばこういうことですね、こういうふうになってですね、これがそのスパークルクエリっていう問い合わせなんですけども、こういう形で検索をかけるとこういう結果が得られてますというものになっています。でこれはこんな形で検索すると出てきますし、同じように東方テレビを見ていただくと中身を確認し使い方についてより詳しく知ることができますので、ご参照いただければと思います。はい、ちょうど時間も来たので終わりにしたいと思いますけれども。